どうも、のちん TV です。競馬伝説プライドリセマラ解説動画やっていきます。レッツゴー。はい、ということで本日ですね、競馬伝説プライド、こちら新しい競馬ゲームがリリースされました。で、今回の動画ではこちらのリセマラランキング、ガチャのリセマラ評価やっていきますので、ぜひとも参考にしてみてください。で、まずリセマラの、簡単な、どっち引くのっていうことがあるんですけども、まずリセマラで、引けるガチャは2種類あります。こちらのリリース記念ガチャ、そしてこっちのプレミアガチャ、まあ、通常ガチャですね。これどちらかを10連していくことができます。で、基本的に、まあ、性能で決める人はリリース記念ガチャの方がちょっと強いかもしれませんが、まあ、推し馬がどちらに入っているか、それで引くのを決めてもいいです。ちなみにこれ提供割合のところから見ることができるんですが、こちらのリリース記念の方は富士奇跡、アーモンドアイ、シンボリルドルフ、待機シャトル、メジロマックイーンがピックアップです。で、残りの S はここからね、タイムフライヤーからイクノディクタスまでね、この S ランクも入っているので、こっちに推しキャラがいる、推し馬がいる場合はこっちのガチャはおすすめという感じです。で、プレミアガチャの方、こちら多分常設ガチャになるんですけども、まあ、馬ね、やっぱね、応援してる馬とかが入っている場合は、こっちでリセマラするのもありだと思います。で、こっちの S ランクは、サリオス、ダノンプレミアムとかね、こういう風に入っていて、奇跡とかね、ブラストワンピースとか、こういう風に入っています。で、こっから、まあ、春、うららちゃんとか、こっちに入っているんで、馬娘から始めた方で、うららちゃんで、どうしてもやりたいって方はこっち引くのもいいと思います。あとパンサラッサまでね、 S ランクが入っております。はい、で、今回リセマラランキングなんですけども、まずこちら一覧で表示します。絞り込み S と、まずこのゲームには S ランクの馬がこんだけいます。で、まあ、基本的にこのゲームはプロスピに似ているので、その S ランクっていうのがね、まあ、多いほどその戦力ゲージを上げることができるので、強くなります。で、基本的にこのゲーム何やればいいのとか最初なるんですけども、まあ、それは別の機会にも話したいと思いますが、基本的には戦力を上げていく、まあ、強くしていくっていうところが重要です。で、レベルマックスにした能力っていうのがここで見れるんですけども、このプライド2000という戦力ゲージ、これが2000っていうのが S なので、まあ、基本的にランクが高い方が強いです。で、あとはガチャの評価として重要なところなんですけども、この距離適正が最初は重要です。もちろんこのステータスとかも重要なんで、このスピード、スタミナ、根性、気象とかのね、 A を持っているルドルフはまあかなり強いです。ですが、最初はまあ一応ね、その距離を埋めることがね、大切になってくるので、例えば自分が、短距離、中距離の強い馬を持っていたら、その距離以外のね、いろんなまんべんない距離の馬が欲しいということです。はい、ということでね、こんなにあって、まあ、かなり多いので、ここからランキング分けしてきた表を見ていきます。おっと、これじゃねえや。はい、で、まずリセマラランキングなんですけども、こんな感じです。リセマラランキングトップは、まずはシンボリルドルフ。これが、まず強い。まあね、さすがは七冠馬ルドルフね、こんな感じになっていて、スピード84、スタミナ80、根性80と非常に基礎能力も高いです。これがプロスピでいう基礎能力かなとか、パワーとかミートとかかなという感じなんで、まずここも大事です。で、適正度関しましては先行差し B で、ここは結構 B 以上あれば普通に強い馬です。逆にこの客室適性は A の馬があまりないので、B 以上で OK です。で、あとは重要なところね、これルドルフをリセマラで引いた場合は中距離か中長、ここが埋まるんで、もう1個が例えば短距離、中距離の馬とかがいると、そのね、距離いろいろ埋めれるように強くなるので、そのね、複数 S を引く中でのその組み合わせっていうのも考えてやると序盤が楽になると思います。はい、で、あとはルドルフなんですけども、これスキルこのようになっております。威圧感20丸、ライバルを威圧しレースを有利に進めるということで、この威圧感20丸を持っているのが非常に強いんじゃないかと思います。まあ、ここはちょっとね、やっぱプロスビっぽい、この威圧感大舞台ってなっていて、
これはってなったんですけども、威圧感持ちはもうね、まあ、マー君とかみたいにね、まあ強い、昔のプロスピで言うと大魔神佐々木とかね、こんな感じでもう威圧感持ってますんで、まあ、ここは能力も高くて威圧感持ち間違いなく、最強の馬だと思います。はい、で次なんですけども、こちらでも見ていくと、次が一応アーモンドアイにしています。ここに名前が載ってるのは非常に強く抜き出してきた6強になります。はい、で次アーモンドアイ見ていくんですけど、こんな感じです。アーモンドアイはスピードの値が87と非常に能力が高いです。根性も80にある。根性が何に影響するかまだ分かんないですけども、まあ、スピード87、まあ、これはもう最強かなと思います。適性が差し B になっていて、この短距離中距離適性 A 持っています。この A 持ってるのがかなり少ないので、アーモンドアイもリセマラのトップのランキングになってきます。であとはまあ男勝り20丸とか来ていて、まあ、こんな感じにスキルがなっていて、アーモンドアイもリセマラの6強の1人です。はい、で次がダノンプレミアム、こちらも順番に表示しております。でダノンプレミアムはこのような能力になってスピード高いです。でダノンか、アーモンドアイ、これどっちか引ければそのね、短中のとこが埋めれるので、非常にいいレセマラになります。でダノンプレミアムの特徴としては先行が A です。この A 持っている客室が A は本当にいないんで、ここは強みです。で短中距離もさっきのアーモンドアイと同じく A なので、この枠をこのダノンかアーモンドアイどっちかがいればかなり強力という感じになります。スキルはこのようになってます。なんでこの3枚がまずはトップ3になるかなというところです。はい、で次に強いのがやっぱりね、ピックアップガチャの方が強いです。最初のねリリースの待機シャトル、ここも入れてます。これはスピード86ですし、最強マイラー、気象もいい81っていう感じになっていて、客室が先行 B です。でここも単中枠にもなってくるんですけども、ここら辺ね引けていればかなり強い、短距離、中距離枠埋めていける待機シャトルもありです。はい、であとは一応ねピックアップでやっぱり富士奇跡が入っているところがあります。次富士奇跡なんですけども、富士奇跡もですね、まあ、そこの短距離枠になってきます。富士奇跡どこいた、富士奇跡もスピード83ね、あります。で先行 A です。貴重な A を持っていて、単中 B になっているんで、まあ、ここら辺ね、どれか引けていると強いです。まあ、個人的にはアーモンドアイがまあ一番強い気もしますけど、まあ、ダノンも待機シャトル富士奇跡とね強いのが続くという感じです。であとはマックインですね、ピックアップしているのは。でメジロマックインはまあ長距離のね、やっぱりステイヤーということで、スタミナ85、多分一番高いかもしれません、今このゲーム内に登場している中では。でこの圧倒的スタミナを持っていて、根性も80で、先行 A の客室を持っていて、まあ、長距離 B いけるんで、まあ、長距離マック引けたらもう置いとけば勝つんじゃないかなぐらい強いです。長距離後者もスキル持っているので、もう長距離の最強馬娘になっていると思います。はい、そんな感じで、やっているんですけども、あとですねちょっとリセマラの方で、まあ、おすすめっていうところがさらにありまして、まあこのね上、ルドルフプラス何かみたいのがあったらまず強いっていうのが一つあるんですけども、もう一つダート枠引いてもいいっていうのがあります。一応ですねこのゲーム、軽く説明すると、自分のそのデッキというか、そのねセットする馬っていうのがこういう風にあって、この枠を埋めていくためにやっていかなくてはなりません。私も結構まあ途中までやったんですけども、こういう風に例えばその、ね、単中を引いた方がいいって言ってる、そのアーモンドアイがおすすめって言ってるのは、ここのね枠が埋まんなかったりするからです。であとはダートが埋まんなかったりします。なんでこのダートの枠を埋めるために、そのダート馬もね、おすすめになってくるということです。でさらにここにはコバもあって、あとフリー枠もあって、結構数がね必要なんで、まんべんない距離が必要って言ってるのはそういうところです。はい、なんでここにも書いていますが、結構ダートの枠ね、特に 2,3 歳が、まあ、私の場合はいなかったりしたので、結構貴重になってきます。でその枠の中では、ここでは、このね
威圧感持ちの馬がいます。 S でダーッといけてっていうね、まあ、B 以上でこうそうとするとこうなるんですけども、ここがダート馬です。うららちゃんもいます。うららちゃん推しの方はこれもありなんですけども、その中で強いのクリソベリル、この馬は結構強いと思います。スピード79もあって、さらにこちらですね、威圧感20丸持っています。で、これがですね、一応まあ見やすいところで言うと、ここ3歳の方もいますし、コバの方もいます。どっちか引けるとそのダートを埋めれていいっていうのと、あとこう見てもらうと、まあ2、3歳の馬を入れればその2、3歳のダート枠埋めれるので、例えばリセマラでクリソベリルが当たったら、それは当たりだと思ってます。はい。で、あとは他にはですね、ドライスタウトとかノーバレンダーとかでもいいかなと思うんですけども、一人ダート枠がいても、まあそのね、ダート他のね強い馬娘が走れないのでありということです。はい。で、あと最後リセマラのラインなんですけども、まあまとめるとこんな感じです。まずリセマラ妥協ラインは S ランク含む3枚抜き、これが、まずは妥協ラインだと思います。これは確定チケット最初にね配られているんで、そこでの1枚プラス2枚で、リセマラは20連ですね。最初の、郵便に入っている10連と、あとは初回のジュエルで10連できるんで、20連で S が2枚以上出て、この中のね、まあ、推しの馬娘、育てたい馬がいた場合は、そこで妥協ラインにはなると思います。で、あとはリセマラ頑張る場合は、S の確定含んで4枚。これがラインです。で、今回この競馬伝説プライドはリセマラ非常に早くできます。まあ、メニューからトップに戻ってね、サクサクサクってめちゃくちゃ一周が早いので、4枚抜きも現実的なラインです。まあ、結構まあ1時間もやれば4枚っていうのは全然出たりもします。なんでまあ結構リセマラやりやすい面から、まあ、S が多い方がいいかなとは思っております。はい。で、あとは無課金でやる場合なんですけども、 A ランクも戦力になります。なんで最初のガチャで S が3、4枚プラス A が多めっていうのが、まあ、かなりね序盤を有利に進められるようになっているんで、まあ、そういう感じでね、参考にしてみてください。はい。ということでね、今回は競馬伝説プライドのリセマラ動画でした。まあ、結構キャラが多くて、あとはねゲーム的にはプロスピに似ているんで、まあ、この動画が伸びたらちょっとこのね序盤やることとかね、いろんな解説も上げていきたいと思いますので、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあ、高評価だけでもよろしくお願いします。ちなみに私はルドルフで始めました。皆さんもねちょっとね、まあ無料でも楽しめるこのゲーム、まあちょっとやってみてもいいかなと思います。やるとね、まあリセマラすごい楽しんで、やってみてください。それではのっちん TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またな、バイバイ。